そう、e スポーツ部の子と、あと保護者さんと、あとはあの先生方にお話を聞いていただいたんですが、格ゲー勢いましたね。ストリートファイターをちょっとできる子がいた。あとね、顧問の先生はあのスト2をしっかりやってたみたい。だ今回ね、俺が初めて感じたのが、前まではすごいその生徒が生徒主導でバリバリその生徒の熱で、先生なんとかしてこれ認めてください、んー、イベント開かせてくださいっつって、先生がいや、まあちょっとお前落ち着けと、ゲームでやるって本当大丈夫なのかな、ちょっと教育委員会に話してみないとな、みたいな感じだったんですよ今までは。ただ今回の米子南高校さんの方は、なんかみんながそう、大人世代がやっぱりその理解がある世代になってきたんだなっていう、学校側もそこに対して割とその協力的に感じた。そうなってくるとね、もうちょっとやりやすくなるだろうね、話が通りやすくなるはず。やっぱりパッド勢の方が多かったね。もう俺がアケコンを出した時におじさん扱いされそうだったから、俺もパッドでやろうかと思ったけど、いやそこはやっぱり皆さんパッドでプレイするんですかという状態だった。